Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ男、Wasamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を出しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、天才王子の赤字国家再生術第1話。そうだ、国を打ってとんずらしようです。なんかタイトルが面白そうだったんで、見てみようかなと思いました。何なんだろうな、よくわかんないけど、話は転生転移みたいなやつだったらちょっと苦手だから、どうなるかわかんないけど、まあなんかタイトルだけだと面白そうだなと思ったんで、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。で、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。全くわかんないな。それでは、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、さあ、めっちゃ動くやん。補佐官、何があったんだろうか。豹変する。これ見ろ。なんだ、誰だ、すげえな、なんだこれ CG、 なんかクソアニメ感ない、大丈夫かな。面白そうだな。でも国売りたいんだ、王子様。王子、この、なんだろうな、この子は。柳なぎやん。柳なぎだよ。なんだったっけ、なんかニコ動で、ゼブラかなんかでやってたんでしょ、違ったかな、アルハイだったっけ、どっちか忘れたけど、オープニングはかっこいいよ、オープニング好きで、こういうことを表立ってやってるけど売国したいんだな、この人。天才王子制作委員会。本編開始。
赤字国家か。これか。壁か。ほう。そうね。妹か。変わり身がすげえ。あれ、お父さんか一緒にいたの。やばいぞ。誰だこいつ。ごえ。なんかでもちゃんと考えてるよね。頭はいいじゃん、こいつ。すげえいっぱいいんな。超緊張してんじゃん、みんな。ああ。緊張がほぐれた。ちゃんと覚えてんだな。俺は知っている。
すごい感動している。かっこいいな。オープニングか。これオープニングのあの映像やん。全員覚えてんのかじゃ。すげえ。やっぱりちょっと多いな、こっちが。強そう。物騒だな、なんか。頑張れ。ちょっと少ないね。ほう。なるほど。頑張れ。頑張ってくれ、みんな。強くね。みんな強いじゃん。強いよ。すっげえ適当にやってんじゃん、みんな。ちゃんとやってんね。大使。めっちゃ強いじゃん。あら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 。なんだ。気づいたか。
やばそうだな。来た来た。さあどうする。何？なんだ？なんだ？勝つね。B パート。大丈夫かな。強っ。うわうわ、マジか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 。うわ、妹ちゃんが一番強いじゃん。妹じゃねえや、なんだっけ、この子は。補佐官だ、補佐官。勝っちゃったよ。すげえ分かりやすいな、なんかこれ。やっぱ均衡を狙うよね。なるほどね。ちゃんと調べてんだな。おろおろおろ。
大丈夫かこいつら、バカなんじゃね。大丈夫かこいつら。大丈夫か。ごめん、無理。にゃん。ちゃんとにゃんをつける。取っちゃったか。勝ってんじゃん。勝ってるね。なんか順調にいってんじゃん。見やすいな。一番最初の何タイトルロゴ出るまではなんかちょっとおやおやってなったけど、見やすいな。自分が見たいと思ったやつを見るべきだね。面白いよ。俺結構好きだなこれ。一人と君と。いた？キャストに。ちょっとちゃんとキャスト確認しなかったわ。次回予告はなし。なんかちょっと思ってたのとは違ったな。なんか前向きに国のために立て直そうっていうやつじゃねえんだ。自分のその隠居ライフのためだよね。隠居後のために今のうちに国をちゃんときちんと大きくしておいて、で国を売って楽にっていう感じなんだ。結構好きだったな。面白いわ。やっぱ頭いいなって思った。それが天才王子ってことか。
はあ、ちゃんと考えられてる。面白い。結構好きよ。面白かったんでね。まあ今後も視聴は継続していきます。面白かった。よかった。まあでも、まあでもなんかこういうのが今後は多分続いていくんだろうな。なんだってニニム？補佐官が結構強いんだなっつうのが分かったから、まああの子の戦闘描写だったりなんなりみたいな感じかな。結構見やすいよ。ちゃんとこう解説っていうか心の声が入ってきてるから、何を考えてこう言ってるかっていうのも分かったしね。結構好き、見やすかったです。面白かった。皆さんはどうでしたでしょうか。ということでね、もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。はい。ということで、天才王子の赤字国家再生術第1話、そうだ、国を打ってトンズラしようでした。ありがとうございました。